画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。ランク1にもあと一歩。と言ってもね、ランク1ってね、ピップ失えばすぐ2に戻るしね、1、2をずっと私行き来してますね。まあ、そんなこっちゃどうでもいいんですけども、見てください。水着。そして今回変わったパークで構成してあります。あのね、大体自己治療とね、加速系パークって、もう鉄板なんですよ、この2つっていうのは。デッドバイデイライトにおいてね。加速系っていうのはスプバ、デッドハード、しなやかとかね、スマートな着地。まあこういったのもね、加速系パークと言われるものなんですね。この加速系パークっていうのは使うことによって疲労すると。ただ今回は私、ないんです。その代わり、真っ向勝負という。加速はしないけど、ロッカーに3秒入ってると、その後飛び出したら、キラーをスタンできるという。その後、疲労してしまう。もうね、加速パークつけたから絶対マシなんだけども、これをつけてきています。というのも、完全ロッカープレイ。ロッカーに素早く入るしなやかもついてるし、しなやかじゃない。素早く、クイックアンドクワイエットっていうね、素早く入って音を立てずにね、入るやつも入ってる。そして、鳴き声が鳴かない鋼の石。すごいよ、今回は。今回の構成あれ、本当にロッカーに入るためだけにある。で、もしね、トンネルされた時のためのストライク、これね、ロッカーの中入ってストライクをね、使わせるというやり方があるんでね、まあ、ほぼロッカー周りで使うっていう感じですね。やっていきましょう。もう最初から映画の紹介しようかも。イベントホライゾンっていうね、1997年の作品なんだけども、西暦2047年の話で、これまあ有名な SF 映画の話なんだよね。まあまあ知る人ぞ知るな、ちょっとカルトっぽい SF ホラーみたいな。SF カルトホラーみたいな。メジャー作品ではないんですけども、メジャーみたいな。というのも監督がポール、W.S. アンダーソンでね、バイオハザードとかね、デスレースとか撮った、まあ、あの方なんですけども。まあ、それ言ったら、まあ、大体作品の何かが分かってくるんじゃないかと思います。で、これ、イベントホライゾン号っていうね、船がね、めちゃめちゃ遠くまで行く、まあ、船ですよね、宇宙の。それが行方不明になっているのが見つかったっていうので、その救助に行くみたいな。で、海洋星まで行くみたいな。海洋星らへんで消息を絶ったのかな、そのホライゾン号が。誰に言われてるの、それ。ああ、お兄ちゃん。それを助けに行く。っていう話なんですよ。まあ、助けに行ったはいいんですけどもね。まあ、いろいろ起きるんだけど。この宇宙船、重力を使った、重力制御を使ったテクノロジー、新しいテクノロジーを使って、めちゃめちゃ速い速度で、まあ、探査を行える探査船なわけなんですけども、その開発者、博士、まあ、サム・ニールなんですけども、と、ローレン・フィッシュマン、船長。まあ、マトリックスとかね、出てる。サムニールはジュラシックパーク出てるけど。まあ、この二人が、と、あとクルーで行くわけですが、そこではね、とんでもないことがいろいろ起きるんですよね。建物の怖さ、みたいなのがね、描かれてます。そしてね、ヘルレイザーっぽい、グロ。ね。もう、オカルト、ヘルレイザーっぽいグロに SF ですよ。まあ、カルトだよね。ここで終わりでも。治療するそれ。いちいちゃん、そこ治療する？マジで。言いましょう。おう、マジか。このグロ、ゴア表現とかね。建物のね、なんていうか、無機質なものとの、あと、建物プラスそのカルトっぽい怖さと SF が混じってるっていうのがあるんで、まあヘルレイザー好きな人は多少楽しめるかなみたいなところはある。なんかちょっとやワンパンお兄ちゃん、ワンパンお兄ちゃん、ずまずまずまず、危な危な、水着信子ですから、水着にホットパンツ信子なんで私今回ちょっとね、近い近い
近い近い近い。危ない危ない。ちょっとこっち。これ板はあここにあるんだね。やってんね。ただ助け行ってきます私。おっとまずいまずいまずい。惜しかったねじいちゃん。ワンパンモードもう少し粘れば切れてたんだけど。半分過ぎる前いけるかこれ。行くぞ。いけるいけるいける。ギリ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 。ノブちゃん。しょっぱなからやべえな、これ。来てる来てる、多分。来てる来てる。あー、そっちか。でも半分過ぎてないんで、まだね、ラストじゃない。ストライク持ってるかな。ナイスナイスストライク。しかも、あのお兄ちゃん、あれだね、絶対ウサギつけてるね。というのもね、あのお兄ちゃんってレベル2になった時に1より心音は上がるわけですよ、範囲が。ところがどっこい、ウサギっていうアドオンをつけるとね、その心音がまたね、狭まる。プラス間逆をつけてるとね、かなり接近するまでわからないので、これね、与えられた猶予もね、反応しないことが多々あるんですよ。近くてもね。だから、こう、無理窮したくなくて、与えられた猶予を持っていく人って結構いると思うんですけど、ウサギお兄ちゃんにはね、厳しい。あ、じいちゃん、そこか。まあ、おそらく観客は間違いなくありますね。どこに釣られるか。奥かな。いやー、でも、加速パークもないし、自己治療もこの救急キット頼りにしてるんで。あ、追われてきてんの、これ。まずいな。来てるな、これ。来てるな。これ、信号ほぼしないでしょ。いや、この距離ですよ。ほぼしないでしょ、これ。やばいでしょ。うち行くしかない。いや、もうほぼ、無音、いや、こっち来た。こっち来た。もうワンパン貯められると思うんですが、私が引っ張ればいいだけのこと。うわーお。貯めたいな、お兄ちゃん。あ、ここ。ジェネ、やってんのか。やってんな、これ。あ、やってないのか。どうなの。ちょっと待って。向こうに剥がれてたのか。誰かやってたのかな。ここもうつけ切っちゃいましょう。二人ここにいるやん。あれ一人は船の方いたから。ん？どうなったんだ。よし、やっと一個つきましたね。お、ナイス。そのはぐれた人が一個つけたみたい。ということは普通にお兄ちゃんを私剥がしていったわけだな。っていうか、呪いのトーテム、沼地で探すの、めちゃくちゃ大変なんだよね。やっちゃいます。お。治療する ?OK。心音が、鳴らないから怖えなぁ。どっちから来る？後ろから急に来るときあるんだよね。怖えぇ。OK。最近マイクの位置をちょっと変えたんで、あの声質が変わってるかもしれませんね。キーボードもね、なるべくこう拾わないような箇所にね、移動したりして試行錯誤してるんですよね。この辺ないかな。どんな手がないか。でも残り2個だね。残り2個、3人ならいけなくはないぞ。呪われてんのがちょっと厳しいけども。ちょ、来て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 。マシンどこ来るか。OK？ この先に。あるね。よし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 。あらよっと。あっせい。ここに行くか。でもこの多分建物、板なくなってんだよね。おそらく。この先にあるから、これ使いましょうか。
はいよ。スタンドぜ。ふふからのゴーで、ここにいたったよね。よし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 。よいしょ。で、もう一個ここにあったんだよな。ここで何周かしたいね。みんなのために。千切りしていくとね、たまに平紙失うんですよね。さすがに来てるか。オッケー。なんだ、ここで何周かできそうだぞ。ただワンパンモードギリギリまで絶対貯めてると思うんだこれ。今度はこっちだ、うん、なるほど、前かしか。簡略まやかしって感じだな。いや、もうワンパン絶対ギリギリでしょこれ。間違いない、間違いない、間違いなくワンパンギリギリこれ。あれ消えた。でか、今のうちにあれギリギリまで進んでた気がするんで、ちょっとやっちゃいましょう。急げ急げ急げ。簡略まやかしか。残り2つなんだろうね。破滅か。簡略まやかし破滅。からの何かですね。とりあえずこれやりきっちゃいます。あ、奥にすられそうですね。間に合いそう、ここ。ここをつけて、あとは、最初の建物らへんか。オッケー、着いた。よし、残り1個。来てる来てる。ふさふさの武庫を頑張ります。ん？どっち？右左。右左。よ？消えたな。おしよしよし、落ちたな。いや、無限じゃなくてよかった。あれ？嘘嘘嘘嘘。まずいまずい。2人で1個はまずい。やばい。あ、いや、いや、やばい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 。まず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 。ちょ。ここでかなりしのぐしかない。あとは頼んだ。もう一人。ジェネを回しまくってくれ。どっか行ったぞ。ジェネを見に行ったのか。こうやって見せかけてこっち来たりするからね。あれ？ここも割と進んでんだ。あ、ちょ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 。まずいまずい。来てる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 。もう誘い込もうこっちに。さっき直したとこと、その先の建物のジェネが結構進んでんだね、これ。入ってった入ってった入ってった。先にあそこを塞ぐっていう作戦か。あ、なるほど。一回もこっからね、逃げる。急げ急げ急げ。頼む頼む。ワンパンなるワンパンなる。あとはジェネ頼んだぞ頼むぞ。きたきた、ワンパンモード。これをいかに耐えるか、うん、これをどの程度の時間耐えきるかだよね。私もうね、いざとなったらロッカーに入って真っ向勝負。ワンパンお兄ちゃんに真っ向勝負を仕掛ける。探してる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 。あ、戻ってきた。これあれだな、ロッカーだな、ロッカーだ。よし来い、よし来い。よし、いやいや、やばい。そういうことです。あ、よいしょ。ワンパンモード。ここね、一応2階ってね、2つね、窓枠から出れるとこあるんで、これうまく使いたいですね。
よいしょ、まずい。よし、落ちた。レベル落ちた、レベル落ちた。よし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 。まだここまやかしされてるわ。うわ、ここまやかされてんの？あれ？あ、違う。ここまやかされてないのか。よいしょ。頼む。残り1個発電機。どうなってる？次こっちでチェイスしましょう。ちょっと待て。って、とんでもない、お兄ちゃんとの、ワンパお兄ちゃんとの死闘が繰り広げられてますけども。板ある、オッケー。何周かしたい。できない。何周もできない。この距離は。あぶねえ。いやー、これまずいな。発電機どうなってるんでしょうか。どこまで進む？あ、結構来てるな、ここ。まずい、まずい、まずい、まずい。ちょっと離れよう、こっから。あ、向こうに行っちゃった。行っちゃったか、これ。今のうちちょっと治療しつつ、動向を伺って、もう一人の子が引っ張ってくれるなら、あのジェネレーターをいじり倒す。あ、あ、あ、追われてるっぽい。追われてる、追われてる。よし、バトンタッチ。私が今度は、あのジェネを動かす。キョッ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 。ああ、来てるね。いいね、いいね、いいね、いいね。よし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 。よし、気合のスキルチェックいくぞ。頼んだぞ。私がここやりきるから。グレード出しまくる。ってやんぞ。いいね。なんのその、全部呪われてても、やりきったぜ、発電機。残り1個がノーワンじゃないことを祈るけども。あそこ開けて。え、え、ちょ、近い、え、ちょ、近い。危ない、危ない。ちょっともう、今、あの子が引っ張ってくれてる間にもう、ここ、かける。急げ、急げ。よっしゃ！これ、ワンパンになったらもう、あの先、やっぱ、板ないよね。あの先もう板ないんで。こっち来るかな、こっち来るかな。あ、持った。これ助けいけ、助けいけないな、これ多分。あの人何回目だっけ？あの人何回目だ、これ。あ、初めて？まずいな、これ。もう来る。すまんな、これ。いや、これ、無茶な話よ。そこ無茶な話よ。助け行くの。いや、でももう、だいぶ引っ張ったからな、これ。ランク1無事になりましたと。何回もなってんだけども。あー、なるほどね。バベチリがついてたんだ。もう私の位置、もうそもそもバレてたんだね。いや、きつかったな、これ。そんなわけでね、よかったら評価の方をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンから。ベルマークを押すと、動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。